はい、どうも、ヒエです。どうも、カイノイスです。今日なんですけども、はい、このダンクだらけなんですか？そうなんですよね。はい、出てきまして、はい。ペイズリー柄のダンクの、まあ、新作であったりとか、はい、あとは、旧正月を祝うような、シーズンニューイヤーのダンクであったりとか、はい、あと、ヤママンイエールと AJ2 のコラボの、うん、もう全部がわかるような写真が出てきてますので、それをご紹介したいんですけど、はい、めっちゃかっこよかったです。はい、それと朝9時からですね、ナイキドットコムの方で、ナイキダンクロのパンダの方をご覧チャレンジしたんですけど、こちらの結果の方、はい。はい、このチャンネルではソニカやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の画像見てない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムの方もやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、ナイキダンクロの、まあ、リストックの発売ありまして、うん、まあ、9時からこんな形でね、ナイキドットコムのアプリの方で、まあ、限定で発売されたんですけど、うん、で、まあ、9時になりまして、在庫確認中というふうになって、で、まあ、保留になってるんですよね、これね。そうですね。はい。で、その後、ずっとちょっと見てたわけじゃないんですけど、うん、9時8分か9分ぐらいに、もう一度ナイキドットコムのアプリ立ち上げたときに、はい、もうこんな形でね、売り切れて出たんですよ。ああ、そうですね。で、その後すぐにね、完売的になりましたね。はい。なんで、結局買えずっていう感じだったんですけど、開けないと言いますか、結局買えなかったっていう感じなんですけど。どのくらいボリュームというか数あったんでしょうね。海外のリーグでも、まあ、ナイキダンクローのパンダに関しては、うん、まあ、数が多いんじゃないかって言われているので、うん、バックエンドの方に結構まだ数があったっていうんで、リークもあったんで、うん、まあ、再びね、また再販が来てほしいなと思うんですけど。そうですね。はい。はい、まあ、今後また情報の方ありますので、動画の方でお伝えしていきたいなと思います。はい、何はともあれ、はい、今回無事に5点もできた方、おめでとうございます。いや、羨ましいっすね。そ、まあ、僕はね、はい、僕はもう、あ、そうですね。いるんで。はい。まだ僕はね、アクターマーケットでは買うのはやめとこうかなと思ってるんですけどね。あ、ま、ひょっとしたらまだあるかもしれない。あ、そうなんですよ。こんなダンクなんですけど、はい、今後またね、新しいものがいろいろ発売されるので、うん、今からご紹介したいんですけど。はい、まあ、早速なんですけども、ナイキダンクロー、サンペイズリーですか？そうですね。サンカラーの数種がペイズリーになってる、はい、まあ、ナイキダンクローができてるんですけど、うん、はい、まあ、以前発売されたナイキダンクローの、うん、まあ、ブラックと、まあ、UNC のカラーを交差するのが発売されてるんですけど、はい、まあ、どちらもウィーメンズやったんですよね。そうなんですよ、ね。でね、これもね、ウィーメンズらしいんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。はい。以前発売されたもの同様ですね。うん、まあ、一応レザーが使われてるんですけど、スーシュの部分が、まあ、ツイルの素材になってまして、サンペイズリーっていう、まあ、通称がついてまして、はい、ナイキの公式写真ができてたんですけど、うん、それプラス、またこれウィメンズになるんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいけど、ナイキの公式写真で、ナイキダンクローの、まあ、シラキュースペイズリーじゃないですけど、はい、ペイズリーの、スーシュの柄を落とし込んでるナイキダンクローで、うん、シラキュースのカラーの、まあ、オレンジとホワイトのカラーができてるんですけど、うん、これウィメンズなのね、さっき言ったんですけど、はい、なるほど。ちょっとあれですね、ウィメンズ続きですね。そうなの。で、これっていうふうに並べてるんですけど、以前発売された2つと、今回紹介させてもらった2つを並べてる写真があるんですけど、うん、まあ、これウィメンズというふうになってまして、まあ、サイズはおそらくまた日本の展開29センチまで思うので、はい、まあ、ヒアレスはないかなっていう感じですかね。これ改めて4つ並べてるのを見ると、はい、この間発売されているこの黒と、はい、UNC カラーのやつ、かっこいいですね。そうなんですよね。はい。はい、今回出てきた、まあ、タンフェイズリーとシュラキュースのカラーもいいと思うんですけど、うん、やっぱり僕、ブラックのカラーが一番、かっこいいかなと思うんですけどね。これメンズで着てほしいですけどね。そうなんです、ね。僕のサイズもあったらね、ぜひとも欲しいところなんですけども、はい、まあ、そんな中ね、ナイキ SB ダンクローにはなるんですけど、はい、ペイズリーというのも着てるんですね。そうなんですよね。はい。ナイキのから公式写真ができてまして、うん、まあ、以前に持ってる方の投稿で、まあ、70年代のなんかサイケデリックの、うん、まあ、柄を落とし込んでるような、いわゆる、まあ、ベーシックなね、アメリカの、まあ、バンダリーみたいなような、まあ、ペイズリー柄ではなくて、ちょっとサイケっぽい感じのペイズリーの柄を仕込んでるようなナイキ SB ダンクローが発売されるんじゃないかって動画やらせてもらってたんですけど、うん、ナイキの方の公式写真が出てきてまして、こんな形で出てきてるんですよね。はい。で、以前紹介した時は、シューレースの柄も、ね、確かブラウンのものを紹介してたと思うんですけど、うん、ナイキの方から公式写真が出てきてるモデルっていうのはシューレースがホワイトになってまして、はい、まあ、これ2色ついてるみたいなんですけど、うん、はい。まあ、こういった形で出てきてましたね。これレザーじゃないんですけど、はい。まあ、気になる一足なんで、まあ、近いうちに発売されるんじゃないかということで、ナイキの公式写真が出てきてるので、ご紹介させてもらったんですけど。なかなか派手な一足ですね。そうなんですよね。僕ちょっとこれいいなと思ってるんで、うん、まあ、日本のね、まあ、スケートボードショップの方で、まあ、抽選の情報であったりとか出てきたら、申し込もうかなと思ってるんですけど。はい。これ服合わせるとしたらどんなカラーを合わせますか？全身ブラックが多いんで、多分ブラックになると思いますけどね。なるほど、ね。こういった派手な柄っていうのは、うん、まあ、差し色で使うような感じなんですけど、はい。はい、
なんですけども、ナイキダンクハイのイヤーオブザタイガー。あ、そうですね。はい。旧正月を祝うようナイキはいくつかスニーカーでできているんですけど、うん、まあその中でもこういった、ナイキの公式写真、ダンクハイで、まあ今年はね、まあ虎年ということで、うん、まあ虎柄を落とし込んでいるようなナイキダンクハイなんですけど、はい、はい。これちょっと面白いのが、集団がすごく長いみたいで、ちょっと真似てるんですよね。はい。この写真見てもらったら分かると思うんですけど、はい。で、アウトソールの部分も虎柄になってるんですよね、これね。あ、そうですね。はい。あ、まあ、かかとにね、思いっきり虎柄が入ってますけどね。はい。でもカラーをね、一部描いたりとかすることによって、その虎柄はけわけわしくはなってないかなと思うんですけどね。まあ全体的にね、虎柄っていうわけじゃなくて、はい、ワンポイント的に。そうなんですよね。はい、出てきてる。はい。まあかかとの部分であったりとか、使われてるんですけど。うん、はい。まあこれちょっと僕気になる一足ですよ。はい。まあおそらく2月の1日あたりに発売されるんじゃないかっていう話もあるので、あ、そうなんですか。で、このタイミングでね、ナイキの方から公式写真ができてるので、うん、まあちょっと日本の発売期待したいですよね、これね。そうですね。はい。はい。で、続いてなんですけど、ナイキダンクローのホッシルローズですか？いや、そうですね。はい。ちょっと以前に見てもらいたいんですけど、持ってる方の投稿で、ホッシルローズのナイキダンクハイの、まあ、一部のチラ見せのような写真をこちらでご紹介したことあったんですけど、うん、スエードが全て使われてて、カラーっていうのはほとんどベージュと、まあ、ピンク色のカラーが使われているもののナイキダンクハイを紹介させてもらったんですけど、そのナイキダンクハイを紹介した時に、このカラーのブロッキングを反転させているようなもので、ナイキダンクローの発売があるっていうリークを以前やらせてもらってるんですけど、はい、とうとう出てきましたね、こんな形で。うんうん、はい。ホッシルローズのナイキダンクローということで、まあ、以前紹介したナイキダンクハイの、まあ、素材と一緒なんですけど、まあ、カラーブロッキング、まあ、カラーの使われてるカラーは一緒なんですけど、うん、まあ、配色がちょっと違うっていう感じで来てましたね。はい。はい、これ持ってる方の投稿なんで、いつ頃発売されるかわかんないんですけど、はい、海外のスニーカー系サイトに書いてたのは、まあ、こういった淡いカラーなんで、まあ、春あたりに発売されるんじゃないかって書かれてましたね。はい。はい、これ、あれですよね。ウィメンズではないんですよね。あ、そうですね。メンズだと思うんですけど。よかったです。はい。はい、と、ローで発売されるので、おそらく、まあ、ナイキの方から公式写真で、このホッシルローズの、まあ、ハイとローの写真が出てきたらですね、まあ、発売が近いんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。はい。はい。で、続いてなんですけども、ナーハンターズとナイキ SB ダンクローのコラボですか？あ、そうですね。はい。エリサ・スティーマーっていうスケートボーダーなんですけど、もう引退してまして、はい、サーフブランドであったりとか、ストリートブランドの方をやってまして、それがナーハンターって、以前にね、SB とのコラボで、こういったものを発売してるんですけど、はい、この時のね、ブラックの、まあ、カラーをそのまま落とし込んでるようなナイキ SB ダンクローが、今回持ってる方もこう出てきてまして、はい、よく見るとね、トゥーボックスの部分とかが、タオル生地のようなのも使われてるんですよね。あ、はい、そうですね。で、かかとの部分にナーハンターズっていうデザインが書かれてまして、まあ、ほぼオールブラックって言っていいようなナイキ SB ダンクローができてるんですけど、これ、はい、結構かっこいいですよね、これね。そうですね。はい。はい、これかっこいいなと思うので、まあ、ぜひとも発売されたらですね、また狙っていきたいなと思うんですけど。ミッドソールも黒にしてるのがちょっと面白いです。あ、そうなんですよね。いいですよね。はい。あと、まあ、こういった形でインソールの部分を取り出して、はい、まあ、見せてる写真とかもあったんですけど、はい。まあ、持ってる方のところは今日初めて出てきたモデルなんで、まあ、来月すぐに発売されるかどうかっていうのはちょっとわかんないですけど、ナイキの公式写真が出てきたら、おそらく発売は近いと思うので、またその辺うまく情報をキャッチして、ね、こちらご紹介したいなと思うんですけど。はい。はい、で、ついに、やっと出てきたという感じなんですけども、来ましたね、はい。はい、アムマニエルとエアジョーダン2のコラボなんですね。はい、はい、これがね、4月の29日に発売されるんじゃないかって言われてる一足で、うん、以前からね、チラ見せね、その、トゥーボックスのあたりであったりとか、かかとだけね、アママニエルって書いてるね、かかとの部分だけ紹介してたんですけど、やっと全体の写真で、結構写真を投稿されてまして、はい、いろんなショットから撮られてるものなんですけど、はい、まあ、まずこんな形で出てきてまして、クラックされたかのような、まあ、レザーが使われてまして、まあ、これ、エアジョーダン1ハイOGとのコラボの、うん、まあ、素材に近いと思うんですけど、はい、はい、で、以前にも話してたんですけど、やっぱり履き口の部分が、まあ、キルティングのね、まあ、ダイヤモンドカット状のデザインになってまして、はい、で、サイドソールのあたりがヘビ柄のようなブラックのデザインになってまして、はい、これ正面から見た写真とか見たんですけど、めちゃくちゃかっこよくないですか、これ。いや、サイドから見てもめっちゃかっこいいです、ね。そうなんですよ、はい。今年もしかしたら一番かっこいいエアジョーダン2かなとちょっと思ってるんですけど。ちょっとね、はい、今回本当欲しいですね。アママニエルなかなか縁がなかったんで。はいはい、この靴見た時に、なんかハイエンドアイテムとあるじゃないですけど、ハイファッションブランドとかも、なんか合わせやすいような、うん、なんかエレガントさもなんか持ち合わせるじゃないですけど、これめちゃくちゃかっこいいなと思いまして、これ欲しいっすね。そうですね。はい。
AJ2 に関してはこれが今年一番群抜いてるんじゃないかなって思うようなラインだと思うんですけど。あの、今後 AJ2 発売予定のものっていう。あ、そうですね。ユニオンと AJ2 のコラボと、あと J マルミンのコラボ。そうですね。はい。まあ、それ以外にね、もしかしたら何かあるかもしれないんですけど、うん、まあ、他の情報では一切出てきてないので、うん、はい。まあ、とりあえずこの4月の29日に発売されるんじゃないかって言われてる、うん、このアママニエと AJ2 のコラボなんですけど、まあ、ぜひとも日本のスニーカーで発売してほしいですよね。そうですね。はい。はい、まあ、またこのあたりもね、情報の方が分かりましたら動画の方でお伝えしていきたいなと思います。で、続いてなんですけども、はい、エアジョーダン1ミッドのインサイドアウトですね。そうですね。これがね、はい、まあ、紹介させてもらったんですけど、はい、持ってる方の。はい。で、その時に、クロットのコラボっていう話もあるんですけど、うん、僕らが紹介した動画では、これクロットいいんじゃないかっていうふうに話させてもらったんですけど、うん、やっぱり違うみたいですね、これね。あ、そうなんですね。はい。で、今回ナイキの方から公式写真ができてまして、近日中に発売されるんじゃないかということで、うん、こんな形でね、たくさん写真ができてるんですけど、うん、インサイドアウトって言った通り、やっぱりその内側を外側に持ってくるっていうふうな、うん、まあ、デザインということで、既にご紹介してるんですけど、まあ、トゥーボックスの部分の、まあ、なんていうんですかね、内側に着てるものを上に着て、覆いかぶさってるじゃないですか。そうですね。はい。いうデザインになってまして、で、スウッシュの部分によーく見ると、漢字で23って書いてるんですよね。書いてますね。まあ、多分ね、これで、まあ、誘導されたのか分かんないですけど、クロットのコラボじゃないかっていうリークがあったんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、はい、はい。はい。まあ、スウッシュの部分はこんなデザインになってまして、うん、まあ、全体的にまあ、なんですかね、ペールトーンのカラーで、はい、まあ、構成されてるダンワンミッドのインサイドアウトなんですけど、これかっこいいだと思いましたけどね。かっこいいですね。はい。はい。続いてなんですけども、音楽情報があります。あ、そうですね。はい。2月の13日にアメリカにね、スーパーボールが行われるんですけど、まあ、そのスーパーボールで、毎年ね、アーティストがショーをしまして、ハーフタイムショーっていうね、ものがあるんですけど、まあ、去年でいうウィークエンドが、まあ、ショーの方をやりまして、まあ、僕それめちゃくちゃ YouTube で何回も見たんですよ。感動するぐらい良かったんで。はい。で、今年はね、ちょっと、まあ、以前にも紹介してるんですけど、こんな形でエミネムと、ドクター・ドレイとスヌープとケンドリック・ラマーとか写ってる写真があると思うんですけど、ね、まあ、彼らがね、このショーを担当するということで、うん、トレーラーが出てきてるんですよね、うん。こんな形でね、3分50秒ぐらいだったと思うんですけど、はい、YouTube の方に、まあ、ハーフタイムショーに見てもトレーラーみたいなのが出てまして、うん、よく見てみると、トゥーバックのね、カリフォルニアラブとかの曲が使えたりとか、あ、そうなんだ。あと、ケンドリック・ラマーのハンブルっていう曲があるんですけど、うん、まあ、それとは使われてるんですよ、はい。で、これ最終的にどういった映像かというと、うん、その今回ね、出演するアーティストが、それぞれ車であったりとか、まあ、確かにケンドリック・ラマーなぜか自転車持ってますけど、うん、自転車に乗ってですね、まあ、ショーが行われるスタジアムに向かうっていう動画なんですよ、ね。はいはいはい。はい。で、まあ、ドレイであったりとか、まあ、ただスヌープとドレイは一緒に車に乗って行ってたんですけど、ケンドリック・ラマーはね、なぜかチャリやったんですよね。うん、それぞれ面白いなと思うんですけど、で、これが2月の13日に行われるハーフタイムショーでの、うん、まあ、パフォーマンスがですね、おそらく YouTube にすぐ上がると思うので、はい、今年も僕また何回も見ちゃいそうだなっていう感じなんですけど、まだ気になる方はですね、このトレーラーの方ですね、僕ら YouTube の概要欄に貼っときますので、はい、またちょっと見てもらえばなと思うんですけど、はい。まあ、今日朝のね、あの、ナイキドットアプリのチャレンジの方はちょっと残念な結果には終わっちゃったんですけども、はい、今後またね、いろいろとオンラインチャレンジの方をやっていきたいなと。ね、はい、僕全然書いてないですからね、まだ今年。そうですよね。そうなんですよ。服ばっか買ってるんですけど。ちょっとあの、皆さんもあの、カイノデスさんが初ゲットできる、はい。あ、そうなんですよ。初ゴッテもできるようにちょっと祈っていただきたい。100マリナブルあたりをね。欲しいですね。はい、欲しいですね。はい。はい、まあ、このあたりね、いい報告ができるようにしたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアデスでした。カイノデスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.